折れ合い文字、または、カロリン諸島文字は、カロリン諸島の折れ合い干渉一体において、使用されていた CV 型の音節文字。折れ合い文字は1型と2型の2種類の文字から、構成される。1型は少なくとも78文字、2型は19文字がある。2型は明らかに、ラテン文字の大文字に由来するが、音節文字として使われており、8つの母音のみの、あざ以外は愛で終わる。 アメリカンボードの宣教師であるアルフレッド・スネリングらによって1905年に伝えられたラテン文字が音節文字化したものらしい。1型は2型で不足する文字を補ったもので、現地人の伝承によると1907年以降にカラウレップで考案された。この文字がどのように作られたかは明らかでないが、一部の文字は2型を変形したようであり。 また一部は語呂合わせによって絵文字から発展したようである。日本人やフィリピン人がこの文字の発明を助けたという伝承を回り、日本のカタカナか漢字に似た字が4つほど存在する。ドイツのハンブルク内容を探検で1909年に、ウォレア遺憾症一体を探検しているが、1935年以降に出版された報告書の差し絵にこの文字が書かれており、 少なくとも1909年以前に、ウォレアイ文字が使われていたことがわかる。文字そのものについて、最初に報告したのは1913年に、ウォレアイ鑑賞を訪れたジェーマク・ミラン・ブラウンで、1914年に出版された。この文字は言語をうまく表現しているとは言い難く、一つの文字が複数の音を表したり、複数の文字が一つの音を表したりする。 母音の長短は無視される。音節末シーンは音節文字を使って表記し、母音部分を無視する。1950年代の調査ではすでにこの文字を知っている人は少なく、若い世代は、ウォレアイ文字ではなく、カタカナを使用していた。ユニコードの追加多言語面に、ウォレアイ文字を追加する提案が提出されている。ありがとうございます。